皆さんこんにちは。株式会社ネットインベストメントの佐野です。今回はですね、商標編の使われていない商標が取り消せるということでですね、文字通り使われていない商標を取り消して相手の権利をなくすことができます。で、以前お伝えした、無効審判と、ちょっと似ているんですけども、今回のですね、その取り消しというのは、商標法、特有の制度でして、これをうまく使えばですね、厄介な相手の商標権を取り消して、自分たちが事業を優位に進められるということになりますので、これはですね、ぜひ認識していただいて、必要であれば活用していただければと思います。それではですね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは内容を見ていきたいと思います。先ほどお伝えした通りですね、しばらく使われていない商標というのは取り消すことができます。で、その取り消しに関しての規定なんですけども、これはですね、商標法50条に定められている不使用取り消し審判というものになります。で、これですね、簡単に内容をお伝えしますと、ここに書いてあるように3年以上使用されていない商標を取り消し可能ということになります。これはですね、商標法の性質から来るものなんですけども、商標法的にはですね、この商標というのは、つまり商品名、サービス名とか会社の名前とか、そういったロゴマークとかそういったものですね、というのは使われて初めて価値が出るものだと。つまりですね、使われてない商標に関しては価値がないから守る必要がないということなんですね。なので3年以上使われてないものに関しては取り消されてもしょうがないよねということですね。で、やはりですね、公益的観点から見ても、その使われてない商標が権利で抑えられて使えなくなっている状態ですと、いろんな人がですね、迷惑を被るんですよね。なので、そのような商標については取り消すべきだというふうな趣旨になっています。で、例を挙げるとですね、ここにミンティアありますね、食べるとスルスルするような、ミントのお菓子ですね。で、このミンティアというのはですね、アサヒグループが保有している、商標なんですけども、例えばですけども、今ミンティアって全国的に売られていて、すごく有名なんですけども、もし今後、3年以上販売されなくなったと、そうしたらですね、この商標が使われなくなって、この使用取り消し審判で取り消される対象というふうになるんですね。で、使用取り消し審判で、取り消された場合、そしたら商標権消滅しますので、このミンティアという商標は誰のものでもなくなるんですね。つまり基本的には誰がミンティアという商標を使っても、商標権侵害にはならないということになります。それではですね、使用取り消し審判によって、商標権を取り消すべき場合というのはどういうケースかを見ていきたいと思います。ここに2つ書いてあるんですけども、まず1つ目はですね、商標権侵害を回避したいという場合が1つです。で、これはですね、例えばこれから商品サービスを展開していきたい、事業をやっていきたいという時に、商品サービス名を考えたり、あと会社名、お店の名前とか、あとはロゴマークとか考えますね。で、それを使おうとしたらですね、他社がすでに同じものか似たものを使っていると、でかつ商標権を取っているという場合を考えます。そしたらですね、一つはその自分たちの使おうとしているものをやめるっていうのが一つの選択肢なんですけども、ただどうしても自分たちの考えたものを使いたいと、使用したいという場合はですね、そのすでにある商標権が3年間使用されていない商標についてのものであれば、それを取り消せるんですね。で、他人のその商標を取り消した上で、自分たちが安全に問題なく使うということが考えられます。で、あるいはですね、すでにもう商標権侵害をうっかりしてしまったと、でこのままでは商品サービスの名前を使えなくなるとか、あとは訴えられて、損害賠償請求されるというリスクがありますの で、 でそういった場合にですね、相手がその商標を使っていないと、3年以上使っていないという証拠を持ってきてですね、それで、この審判請求をして、で相手の商標権を取り消すと
ということになります。まあ、そうすればですね、商用権侵害にはならず、かつその商用も安心して使えるということになります。で、2つ目はですね、商用権を取りたいという場合ですね。で、人がすでに商用権を取っていて、ただ自分たちはその商品を使いたいと思った場合、まあ、まずこの不使用取り消し審判で取り消しますと。で、無事ですね、相手の商標権を取り消せたらですね、次はですね、自分たちがその商標権を取ることが可能なんですね。で、これに関しては特許とか意匠とは全く違う性質でして、一度ですね、人に権利を取られても、まあ、取り消しさえできれば、それをもう一度自分たちが権利取ることができるんですね。で、特許とか意匠はですね、もう出願されたり、権利を取られたものに関してはもう誰も他の人は権利を取ることができません。なのでそこは商標の大きく違うところですね。なので人にですね、商標権を取られたからといってすぐに諦める必要はなくて、無効にしたり、取り消しすることによって、自分たちがまた取れる可能性が出てくるということになります。で、ちなみになんですけども、以前その無効審判のことについてはご説明したと思います。で、その無効審判と不使用取り消し審判というのはですね、まあ、結構似ているところはあるんですけども、まあ、若干違うところがありまして、まあ、無効審判というのはですね、そもそも商標登録出願をしましたと。で、その時に本来登録にならない理由があったのに、それが見過ごされて登録になってしまいましたと。で、その後にその理由が発見されて、無効になるということですね。まあ、最初から瑕疵があったと、間違いがあったということになります。ただですね、不使用取り消し審判の場合は、特にですね、その無効となる理由がなくて、そのまま登録になったと。で、要件を満たしてたんですけども、ただその後3年間使われなかったことによって、取り消しの理由が発生してしまったと。後から理由が発生してしまったということになります。まあ、ちょっと細かい違いなんですけども、そのような、2つのケースがあるということになります。以上ですね、不使用取り消し審判について、ご説明させていただきましたけれども、以前お伝えしたその無効審判と、今回お伝えした取り消し審判ですね。で、これをですね、まあ、うまく使えば、まあ、相手の商標権を無効にしたり取り消したりしてですね、で、自分たちが優位に事業を進めるということも可能になってきますので、これですね、ぜひ知っておいていただければと思います。それでは本日の内容は以上となりますので、このあたりで失礼させていただきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。